整列、参謀本部からの通達がある。よく聞け。諸君らにはこれまでの作戦遂行の功績が認められ恩赦が下った。全員にだ。オーシア軍第444航空基地飛行隊は正規軍部隊に編入。一般作戦に従いユージア大陸南西部のハイラー島基地奪還作戦へ投入される。すでに戦闘が開始されており南部の飛行場は取り戻した。今は島の北部で残存戦力と戦闘中だ。諸軍らはその飛行場の所属となる。戦闘は激戦を極めており、参加部隊はかなりの損耗が予想される。だが新たな戦地を与えられるのは名誉あることだと考えろ。懲罰部隊司令官である将官はここまでだ。私を含む基地司令部要員はユージア極東部の基地へと転属となった。しかしだ、補給による経由地ボルゴデレストはエルジア領内にある新オーシア国で、途中迂回しても最後はエルジア領上空を飛ぶこととなる。そこで貴様らから数名を護衛として連れていく。護衛任務に長けたと思われる者数名を人選した。以上だ、解散。おい待て、トリガー。貴様には護衛として飛んでもらう。腕前には多少不安があるがな、また無人機がやってくるかもしれん。何があろうと私の乗る機体を守り抜け。参謀本部直々による護衛機要員の指名がなければ貴様もタイラーと送りだったんだ。貴様ハーリング殺しのくせに裏から汚い手を回しやがって。いいか、怪しい動きを見せたらすぐに撃ち落とすからな。こちら管制塔、滑走路の確認を受け離陸を許可する。司令官を乗せた輸送機はすでに離陸済みだ。スペア2がそばについている。お前を見送るのもこれでおしまいだな、トリガー。お互い次は違う部隊で会おう。スペア15の離陸を確認。スペア15、高度制限を解除する。離陸してゆく連絡機を見送った。これから向かうのが地獄の底だろうが、まあいいさ。ここの懲罰兵どもにも、付き合わされる看守どもにも、そして訳も分からず父を蔑んでいた私にも程よい道のりだ。だがそういうものが似合わない奴もいる。あばよ、大バカ野郎。シンプルだ。司令官を殺そうとする者を殺せ、たとえそれが味方であろうともな。フルバンドのようにか。あれは事故だ、しつこいぞ。管制、私が話す。基地司令官のマッキンゼーだ。諸君らにはこの作戦の重要性を徹底したい。今後は私の命令を優先せよ。以上だ。積み荷にしては声が大きい。早速敵の防空兵器か。のんびり飛べる場所じゃねえな。カムフラージュされたサムもあるはずだ。探し出して根絶やしにしろ。サムの排除を確認。気を抜くなよ。サムを発見。破壊せよ。さっさとフリアを使え。ミサイルが来る。さっさとターゲットを探し出せ。はいよ。新たな様を確認。予想より数が多い。様を破壊。
損害は警備、まだ飛行は可能だ。警備だと？それ以前にミサイル発射を許すな。こちらバンドック、サムを発見した、排除しろ。脅威の排除を確認。トリガーカウント、ドーパー1が対空砲火にさらされている。新たなサムを発見。バンディットが接近、敵機と判断する、迎撃せよ。トリガー、お前は参謀本部にハーリング殺しではないと心証を与えたようだな。目的地でサムン会議のやり直しが待っている。この具合任務を全うしてせいぜい身の証を立てるがいい。まるで手足を縛られてる気分だ。的が大きい輸送機から狙え。目的地まで残り40キロ。護衛機が撃墜されてもそれは盾になったということだ。褒めてやらねばな。ただ次のミサイルが確実にあなたの機体を撃墜しますがね。防衛機が撃墜されないよう指揮を取るんだ、マントック。サムを発見、排除せよ。先に見つけられた。武器が移動には人気にかかるしかない。LG
ジア領に昆虫の手を出すな。兄弟国ウーシアのその危機を助けるべきです。お前は絶対に
国籍不明機につく。今領空を侵犯している。直ちに対処せよ。警告を無視してやがる。何者なんだこいつは。ロスト、撃墜だ。状況オールグリーン。スペア15、よくやった。待て、今度は何だ。フォーフレンドリー、アプローチ。味方機だ。こちらは第444航空基地飛行隊。そちらの所属を明らかにせよ。なるほど、番犬殿か。こちらはサイクロプス1。サイクロプス隊、なぜこんなところにいる。敵のプロトタイプ機を追っていた。落としたのが君のところの大バカ野郎だとすると納得がいく。こちらは基地司令のマッキンゼーだ。うちのバカが迷惑をかけた。私の制止命令を聞かなかったんだ。所属不明機を撃墜した彼は処分を受けるだろう。勘弁してくれ。司令官殿、状況を説明しますので我が基地までご同行願います。むしろありがたい。護衛機が頼りなかったからな。いえ、彼らは見どころがありますよ。命令はシンプルだ。我が基地にようこそと言いたいところだが、事情は複雑だ。あの無人機は敵軍の最新の試験機だ。性能データの収集を予定していたのだが、とんでもないことをしてくれたな。いや、撃墜可能とは思ってなかったんだ、誰の手にも。ああ、諸君らの司令官の移動先は変更となった。戦局の厳しい前線への赴任となるだろうが、ご自分の戦績を強調されてたからな。まあ、その通りになるだろう。諸君らの身柄については現在調整中だ。指示があるまで待機せよ。